2021年いよいよファンクラス始動。生き残りをかけた熱い戦いの火蓋はここ大阪の地より切って落とされる。そのメインイベントはなんとおよそ8年ぶりに手塚モノログが参戦。ポーカーフェイスの仕事にドイチュンと激突する。他団体が二冠王にまで上り詰めた侵略の鬼神手塚が再びファンクラスを蹂躙するのか。どんな相手をもグラウンドアリチョに包み込む氷の聖帝土井が今回もライツアウトで完封劇を見せるのか。バンダム級関西トップファイター同士のサバイバルマッチ、生き残りたければ勝つしかない。そしてセミファイナル、2019年のレオブラッドトーナメント覇者名田洋平と名門チーム浦和戦士小森麻世が拳を交える。必要な寝技テクニックで相手を追い詰める名田と爆発力を決めた打撃ラッシュが売りの小森、いかに自分の得意フィールドに持ち込むかが鍵になるエザー級戦。勝者に伸び次なる道は開かれる。若き逸材たちの鼓動は常にここ関西より勝負。いでよ次世代のスターたちよ。ファンクラス新時代と格闘技の未来は君たちの手の中にある。大阪、これがスタジオファンクラス大阪大会。ファンクラシストたちの2021年が